はい、長男です。J リーグ開幕まであと1ヶ月。今日はですね、とあるクラブのレジェンドが、静岡で行われている、キャンプに練習生として参加してるらしいので、ちょっと様子を見に行きたいと思います。感じで、もう開幕も近いっていう雰囲気が、出てます。ヴァンフォーレの上りをこんなにいっぱい見たのは 1,2,3 約3ヶ月ぶりですかね。はい、清水ナショナルトレーニングセンター到着しましたが、なんと午後の練習お休みでした。今シーズンなんとか J1 昇格、してもらいたいと思います。みんなで応援頑張って、スタジアム盛り上げていきましょう。